去就に大きな注目が集まる大谷翔平投手、29イコールエンゼルス FA について、すでに5億ドル、約750億円を大きく超える契約提示を複数受けていると見られると、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が3日付の記事で伝えた。球界内では、最終的に6億ドル、約900億円か、それに近い契約になるのではと予想する声も出ているという。同記者は大谷争奪戦の最終候補と見られている球団にドジャース、カブス、ブルージェイズ、ジャイアンツ、エンゼルスの5球団を挙げ、もう1球団、どこかわからないミステリーチームが最終候補に加わっている可能性も指摘されている、と伝えた。大谷の契約決断時期については、新たに複数の見方が出ている。MLB ネットワークのジョン・モロシ記者は3日に X、旧ツイッターで、事情通の話によると、来週中に決まる見込み、と投稿。つまりウィンターミーティングが行われる4日、日本時間5日からの週に決まるとしている。だが USA Today 紙のボブ・ナイチンゲール記者は、1週間後か、クリスマス休暇前にはなるがすぐには決まらない、と伝えている。